じゃあその前の女性の方。乾燥して毎日新聞の横山と申します。2点あるんですが、まず1点目は橋本さんにお伺いしたいんですけれども、マニフェストにも書いてありましたが、市長として市として大株主である関西電力への株主の権利の行使というものも謳われています。当選された今、今後具体的にどういった行動に出ていくのか、今現状で考えていることを教えてください。まず電力問題、エネルギー問題については大阪市内だけで考える問題ではありませんから、僕は知事時代に関西広域連合の中にエネルギー検討部会を設けましたから、その関西全体で、原発依存度を下げるというところまではなんとか関西広域連合でコンセンサスを取れましたのでね、このエネルギー検討部会で原発依存度を下げるためにはどういうことをやらなければいけないのか、関西電力としては何をやらなければいけないのかということを、まずはエネルギー検討会で案を考えてもらいたいなというのを思っています。それと同時に市役所の内部にも改革派と言われている官僚の皆さん、霞が関の官僚の皆さんのお力をお借りしながらですね、今の電力供給体制を本来はどのように変えていかなければいけないのか、またどう今後将来どう変えていくべきかということを、案を作ってもらいながら、それを具体的に、次の株主総会ぐらいまでには株主提案しっかりやっていきたいなというふうに思いますけどもね。近々に例えばですね、株主として八木社長なり関電の幹部に会いに行ったりとかっていうことは考えてらっしゃいますか？それは株主提案がしっかりできないと、会いに行っても挨拶だけで終わってしまいますから、今一番やらなければいけないのはこれは筆頭株主になるわけですからね、まずはしっかりした提案を作ると。でこの提案を作って、次はそれに、他の株主の賛同を得ていくということをしていきたいと思っています。2点目はですね、お二方にお伺いしたいんですけれども、地域の活性化、あるいは大阪関西のですね、産業発展のためには経済政策というのも大事だと思うんですが、一番最初に取り組みたいその経済活性、産業活性化策というのはどういったものか、それに対して、関西にもですね、経済団体、企業たくさんあります。財界とかとのですね、連携とかはどのように考えているか、お二方教えてください。まず経済の発展って言いますけど、言うのに、どこかの固定団体に何か補助を打つということでは活性化はされません。それがまさに行政制度の見直しで、これは統合本部で一元化することによって、スピード感をどういう経済政策もスピード感を上げてスピードを上げてやっていくというのが非常に重要だと思ってます。例えばその行政インフラ、経済に一番影響する行政インフラ、空港、道路、鉄道、港湾、こういうものをまず、維持管理からですね、そのシステムからすべて一元化の中で、スタートをさ一元化をさせるスタートをしていきたいと。であとはそこにやはりそういう企業のコストが安くなったり、企業が、いろんなことを決定するのにスピード感を持って決定できたりと、そういう環境を整えることで、まず企業が入ってくる、そのことによって雇用が増える、で雇用が上がることによって所得が上がると、こういうことにつなげていきたいと思っております。この産業政策のところがもう一番のこの大阪都構想の何て言うんですかね、この大阪都構想が有意義であることを示す一番の腕の見せ所のところでありましてね、今まで大阪府庁、大阪市役所でバラバラでやっていたところを、基本的には大阪府庁、大阪府知事が立てたその戦略に、大阪市役所はそれに基づいて、着々と執行していくということを考えていきたいと思います。個別にはもういろいろありすぎるぐらいありましてね、大阪府立の産業技術研究所なんていうのは独法化しましたけども、大阪市の方も同じようなものを持ってますしね、このあたりをどのように一元運用するのかとか、信用保証協会もこれも別々にありますけども、どうするのか、
制度融資、これもバラバラにやってますしね、特に成長戦略は大阪市も、大阪府が成長戦略を作ったら、特貫工事で大阪市の成長戦略を作りましたけども、基本的には大阪市の成長戦略なんていうのは、もうこれは取り下げます。大阪府の成長戦略、これは大阪府域全体でやらなければいけませんから、大阪市が作った成長戦略なんていうのはもう取り下げます。まあ、こういう形でちょっと、今までやっぱり大阪府庁、大阪市役所がバラバラでやってたことを、一つ一つ整理をして、大阪全体の産業政策として一本化していく、国際戦略総合特区もこれから3次審査入りますけども、まあ、基本的にはこれは大阪府知事にが主導権を持っているものだと思ってますから、共同申請はしていますけれども、まあ、そのあたり、オペレーションといいますか、マネジメントしていく、そのあたりを、まあ、一本化どんどん着実にしていきたいですね。とにかく知事と市長が大阪全体の物事を考えるときに同じテーブルにつくっていうのは絶対おかしいんですよ。これはもう僕は知事やって、そして知事選やって市長選やってよく分かりましたけど、市長は本当に大阪市内のことしか見えてません。だから大阪というものを、もう我々これは有権者の皆さんのご判断で、大阪といえば大阪市っていうかつてのこういう発想から、大阪といえば大阪雰囲気全体で見ていこうって、この部分は有権者のもう信を得たわけですから、この方針に従って、じゃあ大阪全体、大阪雰囲気全体を大阪として見るんであれば、それは市長ではもう無理です。僕はもう全然高槻とか茨城とか池田とか泉南泉州地域、そんなところはこの市長選で何にも訴えかけてもいなければ、有権者の皆さんから信を得たわけでもありませんのでね、やっぱり大阪市長っていうのは大阪市内のことだけだから、そこはわきまえて、これから大きくこの大阪のなんていうんですかね、統治の仕方が変わってくるんじゃないですか。だから三空港懇談会ですか、空港問題についてももう市長は入りません。これはもう府知事にやってもらいます。そういう形でね、今までは政令したからとか、政令したからこれ当然テーブルにつくんだっていう、そういう感覚で市役所やってたんでしょうけど、それは大きな間違いだってことを市役所にしっかり伝えて、もう空港なんて問題はこれは府知事がやる。まあ、ただそうなってくると金の問題どうするんだっていうところもありますけどもね。それから大阪商工会議所と市役所がいろんなことを個別にこうやってるようなところもありますけども、もうそういうのも基本的にはやめていかなければいけないと思ってます。大阪商工会議所、堺商工会議所、まあ、これは堺が何ていうか分かりませんけども、そのあたりはもう産業政策、経済政策は基本的にはもう知事にお任せすることだというふうに思ってますんで、まあ、このあたりが我々が言ってた大阪の新しいその統治機構の一番の象徴的な分野でありますから、しっかりと松井知事と協議をしながら、話し合いをしながら決めていきたいというふうに思っています。その知事とですね、まあ、知事がその経済界とのパイプ役な、対等な立場になるということなんですけれども、経済界とその自治体の関係というものは、どう、まあ、強まるのか、あるいは弱まるのか、どう連携していきたいと思っていらっしゃいますか。いや、非常に変わりますよ。僕は基本的には大阪全体の経済のことについては、僕が窓口になるというのは違うと思ってますんで、これはもう知事が窓口になることだと思ってますし、それから外国の領事館や、まあ、そういうところとのお付き合いも、海外とのその要はね、基礎自治体としてやるような話は、それは大阪市長としてやりますよ。それは大阪府内の市町村も海外の都市と連携とかやってるわけですからね。しかしこれは広域で大阪全体のことだっていうような話は、これはやっぱり知事がやるべきであってね、今までは大阪のプロモーションやるのに知事もやり市長もやりで、知事がやれば市長もやるってお互いに競ってたわけですね。もうそんなバカなことはやりません。もう大阪全体のプロモーション、大阪全体の海外とのその自治体外交っていうのは、基本的にはこれはもう知事がやるべきことだと思ってますので、僕が何か前に出るということは、もうそれはもうないというふうに思ってます。市役所がそれで前に出ることはないと思ってます。だから海外の事務所の見直しなんてこともしっかりこれやっていかなきゃいけませんね。わかりました、ありがとうございます。木村さん、すいません、産経新聞の木村と申します。ちょっと質問が重なっているところなんですが、国政に関する部分なんですけれども、先ほどから政党
の協力が得られなければというふうに説明されているんですが、例えば政党の中でもですね、意見が分かれていらっしゃるところも多々あるとは思われるんですけれども、例えば政党単位ではなくって賛同する議員さんが個別に例えば超党派ですとか集まってこられて、それが一定の数に達するということが見込めるような場合には、政党からの賛同を得られなくともその議員さんから支持を得られるから、これは法改正に結びつくことができるのではないかと、そういう可能性があった場合、あくまでも政党の支持がなければダメなのか、それとも政党にこだわらないという可能性もあるのかということをちょっと教えていただきたいんですが。それは政党にこだわりません。法律の改正ができればいいわけですから、国会議員の皆さんがそこまで、超党派で集まってくださって、法案が成立するということであれば、もう我々が国会議員を擁立する必要はないです。それはじゃあ基本的には、そうい、例えばで恐縮なんですけれども、政党の方から、芳しいお答えがなくって、逆に個人の国会議員さんであったり、こういう集まりができそうだという動きがあれば、もうそちらの方に積極的にお願いをしていきたいと。国会議員の皆さんはすぐ勉強会で集まりますけどもね、勉強会というのは何もしないということに等しいことだと思ってますから、単なる集団とか集まりではダメだと思ってます。そこはさっき の維新の会の全体会議で、法律改正の実現可能性というところをしっかり見極めようということを言ってますから、そこは国会議員の皆さんがどういう動きをされるのか、それは維新の会でしっかりとウォッチさせてもらいながら、これだったら法律改正になるなというふうに思えば、あえて大阪維新の会から擁立なんかしません。全力でその国会議員の皆さんを応援していきたいというふうに思ってます。でこれはもう集まってるだけで全然本気ではないなとかいうことを、やっぱりそこの見極めが重要ですからね、解散総選挙になっていきなり72人立てるってわけにはいきませんから、年内あたりに一定の見極めはしていきたいというふうに思ってます。そもそも政党というのは政治理念、信条、政策が一致して、一致しているグループ、それを実現しようとしている政治結社なわけですから、その政党でしっかりと決めてもらわなきゃいけませんよね、政策ですから。ありがとうございます。その後ろの方。すみません、フジテレビ徳田の小倉と申します。よろしくお願いします。橋本さんにちょっとお伺いしたいんですけども、先ほどからちょっと話に出ております、教育基本条例の件なんですけども、この5段階評価で、最低評価の、教職員をこう免職するという、その権限を、市長に与えるというような話だったかと思うんですけれども。それは違います。あ、違いますか。違います。あ、首長はそういう権限は持っていません。なるほど、わかりました。すいません、申し訳ないです。人事権は、その教育基本条例、やっぱりしっかりこれ東京のメディアの皆さんよく勉強していただきたいんですけどもね、はい、知事、首長が教員の人事権、評価権、処分権、これは持っていません。知事が決定権を持っているのは大きなその教育計画、教育目標、ここまでが知事が権限を持っており、そしてその大きな計画目標に対して、教育委員がしっかり働いてくれなければ教育委員を罷免するというだけでありまして、現場の教員の人事権や評価権、処分権は基本的にはこれ、基本的にはやっぱり教育委員会が持つんですが、ただそこに、保護者も関与させようというのが今回の教育基本条例の肝の部分です。今までは教育委員会事務局がすべて人事権、評価権、処分権を持っていたのを、ここに、保護者を関与させて、保護者と一緒に学校目標を立てて、教員を評価し、校長も評価し、最終的には処分権については外部の有識者にも判断してもらうと。ですから首長が、その市長が、知事が具体的にその政治権力の行使として人事権を行使するということはありえませんので、これはかなりメディアの皆さんが誤解をしているところです。知事が全部権力を握って思うままにするという、そういう条例ではありません。今それは知事が握ったら知事の独裁じゃないかと言われるんですけども、じゃあ今現状誰が握っているのかといったら教育委員会事務局が握っているんですよ。だから教育委員会事務局の独裁を、これを保護者に
権限を分散させて教育委員会制度、教育委員会事務局の独裁を改めさせようというのが教育基本条例の根本の趣旨です。わかりました、ありがとうございました。じゃあその横の並びの方。日本放送の畑中と申します。改めておめでとうございます。ありがとうございます。まあ、有権者の方に聞いてみますと、とにかくこの大阪を変えてほしいという声が非常に多かったように思いますが、ただやっぱりその変えてほしいと言って一票を入れたんだけれども、例えば議会の衝突ですとか行政との軋轢で志半ばでついえたような地方自治体もありました。また国政もやはりそういう状況で今強い批判を受けていたりしております。あの橋本代表に伺いますが、そのそういったケースとはここが違うんだと、私はここが違うんだというのがもしありましたら改めてお願いいたします。それとあと2つですが、あの先ほどあの投票率が市長選だけですが 60.92%、 17.31 ポイントの増加という、こういう数字が出ました。あの橋本代表はあの自らの勝敗もさることながら投票率をかなり気にしていらっしゃったようにお見受けいたしますが、この数字について一言お願いいたします。最後はちょっと生活の話ですが、地下鉄の民営化のさっき話が出ましたが、地下鉄の運賃値下げというのは実現性いかがでしょうか。まずあのいろいろその改革というものが頓挫してしまうというところなんですけども、これはね、あの結局有権者の皆さんの最後判断なんですよね。だから大阪維新の会、首長を率いるこの地域政党に対してメディアはいろいろ反論して批判もしますしね、あの批判はいいんですよ。それからこの二元代表制というところからね、これはおかしいじゃないかって言われますけども、首長と議会がある意味強力な政治力を発揮しなければ、そんな大阪を変えるとか国を変えるなんてことはできません。そういう意味でね、独裁と言われるぐらいの力が必要だというふうに言ったんです。ねじれ国会でじゃあ何が改革できるんですか。で、二元代表制の名のもとにね、過半数も単独過半数が得ない、単独過半数のないその会派が乱立しているような地方議会で何が改革できるんですかってことですね。もし大阪全体を変えてくれ、国全体を変えてくれって言うんであれば、それだけの政治的なエネルギーが必要になってきます。ですから、どこが違うのかといえば、その独裁と言われるぐらいの力が必要ですという、あえて批判を受けることを覚悟でそういうことを説明しているところが、もう我々大阪維新の会全然違うと思います。あの他の政党とかであればね、おそらくそういう表現は絶対使えないと思いますね。連携協調とか、それをだから敵方は言ってきたわけですね。しかし連携協調ではね、制度なんか変えれませんよ、そんなのは。連携協調っていうのはみんなが合意してみんながメリットに感じるようなことしかできないわけですから。大阪を変える、日本を変えるって言ったら、それでデメリットを受ける人たちがいっぱい出てくるわけですね。それでも変えていくんだということになれば、それだけの政治力が必要になる。それをもう真正面から僕は訴えかけてですね、で今回いろいろな反論もありましたけども、しかし有権者がしっかり応援してくれたということは、これは大阪府民の皆さんのこの政治力っていうものは、これまでにない、他の自治体にない政治の力になってるというふうに僕は思っています。まあ、あとは選挙でしっかりとある意味勝負をするところは勝負をしていく。ですから次は国政選挙というところに足をかけながら、そういうところを見据えてしっかり政治活動をやっていく。行政の長でもあるけれども、これもよく批判のあるところで、行政の長、知事や市長は行政のトップであってね、政治家じゃないんじゃないかっていう、そういうまた御用学者の学者のそんな机上の論の批判もありますけども、制度を変える、国を変えるって言ったら政治をやらないと変わらないわけですからね。ですから知事市長でありながら政治グループというものも運営していきながらね、やっぱり最後は選挙で勝負をしていくっていうところが、他の自治体の、まあ、改革とは大きな違いだと思いますね。政治をしっかりやるっていうところですね。投票率は60点いくつっていうのは、これは知事選ですか、市長選。市長選で60点、60いきましたか。非常にもうありがたいです。僕は 60% というものを一つ基準に考えていましたので、いや、やっぱりね、
知事選は出てるんですか、ね、やっぱり僕はあの選挙のねその支持率の低迷というものは選ばれるその立候補者側の責任だというふうにずっと言ってきました。やっぱり選挙というものは支持率が上がるようなそういう選挙舞台を整えるのも立候補者の役割だと思ってますから、そういう意味ではしっかりと論点設定ができて関心も持ってもらって、まあ、何よりもそういう報道の皆さんに報じていただいたことが一番ですけれども、報道の皆さんに報じていただくということは報道価値がなければ報じていただかない、報じていただかね、報じていただけないわけですから、そういう意味ではありとあらゆる舞台をまあ整えることができたなというふうに思っています。そして有権者の皆さんには感謝ですね。地下鉄の民営化についてはこれは議会の皆さんと先ほども言いましたマニフェストに書いてあるから全て決定事項ではありません、今回の民意を受けて、大阪市議会がどのように判断してくださるかまずはしっかりとお話し合いをさせてもらいたいと思いますが、民営化をすれば確実に値段が下がるというふうに僕は思っています。じゃあその横の方男性の、すいません、読売新聞の土方と申します。あの大阪都構想についてなんですけども、従来ある今あるあの東京都との最大の違い、大阪都が実現した場合の最大の違いというものを教えていただければと思うんですけれども。それはあの特別自治区の権限ですね。権限と財源、今の東京23区というものは非常にその権限財源が制約されている、通常の一般の市町村一般の基礎自治体よりも制約されている面がありますが、まあ、我々の大阪都構想はその特別自治区の権限と財源が中核市並みに、するということをはっきり明示していますので、ここがもう決定的な違いだというふうに思っています。よろしいですか。じゃあその前の女性の方。日刊工業新聞の吉岡と申します。あの産業政策についてなんですが、府市で一体化して進めてあの効率化するというのは分かるんですけれども、それの成果が出るのはやっぱり時間がかかることだと思うんですが、こう企業流出や円高が進む中で経済政策というのは本当に喫緊の課題だと思うんですけれども、こう年内や来年度とか短期的に産業政策はどうやって進めていかれるのか教えてください。いやだからそういうメッセージを出していくのが非常に大事だと思うんです。企業というのは、どの企業もそうですけども、今の短期的な、まあ、大阪って 99.6% まで中小企業なんですけどね、その短期的な資金繰りの話もありますけど、やはり半年1年5年10年のスパンで可能性のある地域なんかどうか、それを見極めているのがやはり企業の企業戦略として持ってると思うんですね。だからこの時点で大阪府と大阪市というような、スピード感ない行政は変えますよと、今日ここでそういうメッセージも出してるんですけどね、そのメッセージを出してあとは実際に統合本部等で動き出してくるか、それを 見極めれば今非常に、まあ、大阪に対しては投資意欲が冷えてるということは投資することはあの安い値段で投資できるということですよね。そういう時期にやはりあの将来のことを思えば、安く投資できるんなら今行こうかということにつながってくるはずやと僕は思いますね。まあ、あの産業政策なんていうのはあの数ヶ月で成果が現れるようなものでありません。そんなことができるんだったら日本の大不況なんてのはありえないわけですからね、うん、産業政策の中で目玉中の目玉はやっぱり国際戦略総合特区ですよ。でこの国際戦略総合特区ですら国の考え方では5年間を、ね、一つ、まあ、目処に考える、5年内に成果が出ればいいという、まあ、このスパンですから、それはやっぱりこの国際戦略総合特区以上の産業政策というのは今のところはないんじゃないでしょうかね。だって規制緩和税制をいじるっていうこれ以上の産業政策はないですよ。だから国際戦略総合特区まず指定を受けて、これをフル稼働させるっていうのがまずは第一だというふうに思ってます。橋本市長にお伺いしたいんですが、あの市の経済成長戦略を先ほど取り下げるとおっしゃっていたんですけれども、大阪市もあの夢洲とか梅北とか水ビジネスとかいろいろ経済政策を積極的に進めてこられたんですが、で それらの項はですね、あの維新の会もマニフェストに成長戦略として掲げられているので、
今後はその松井府知事の指導の下で進めるということなんでしょうか。そうです。だからあの大阪市という単位で 水ビジネスをやってもね、これは東京都の水道局にはかなわないわけですよ。これは猪瀬副知事ともいろいろ議論をさせてもらってますけれども、大阪市も結局ベトナムへの新規事業については国の補助金つかなかったわけですね。まあ、大阪市の単位でやっぱりちっちゃすぎますんでね、まあほぼ大阪市が作った成長戦略っていうのはほぼ大阪府の成長戦略と重なってます、まあ、むしろ大阪府の成長戦略のうち大阪市部分だけを抜き出したのが大阪市の成長戦略みたいなもんですから、大阪市の成長戦略を取り下げても何ら大阪府の産業政策に影響はありません。しっかりと大阪府の成長戦略を実行していく、大阪府域全体でまとまって勝負をしていくことが一番重要ですから、これでね今までの産業政策との違いは見せれると思うんですよね。それから梅北に関してはこれは細かなところですけど、これもねやっぱり大阪府知事の下で今までは梅北といえば大阪市内にありますから大阪市役所を主導でやってましたけども、大阪市役所大阪市長というのは市内の支店しかないわけですから、これはもう大阪市周辺部の市町村の支店も含めて梅北というものは大阪府知事のもとに、進めていくべきものだと思っています。個別についてはねもういろいろ情報が上がってきてて、どうも梅北のあのナレッジキャピタルのあそこについてまたしょうもないいろんな、大阪府庁の時にもいろんなしょうもない役人のこうルールがあって、そういうのはもうバッサバサ変えていきましたけどもね、なんか大学があの中に入るのに収益は上げちゃいけないけれども賃料払えとか、なんかしょうもないなんかそんなルールがいっぱいあるみたいなので、ちょっと徹底してそれは見ていきます、見直していきます。そういう政策を今まで進めてきた市の職員の方とかそういうノウハウは府の方に移すということなんでしょうか。統合本部には府の職員と市の職員シャッフルして合わせてやっていきますので、まあ、府知事の下で、市の職員も一生懸命頑張ってもらうと、市のそういう官房系の企画系の職員、まあ、統合本部の中にガサッとこれ府の職員市の職員合わさって統合本部作りますんでね。もうやる気と能力のある人はどんどん活用します。ありがとうございました。すいません、ちょっとここでですね10分ほどちょっとトイレ休憩取らさせていただきたいと思いますので、11時目の再開でお願いいたします。あとすいません、何名ぐらいありますでしょうか。あと何人ですか。はい、分かりました、はい、ほなちょっと トイレはい、トイレ行きます。それもう最後までいいよ別に違う俺がいい。